前回、エリトラをたくさん使ったのでその修理のために経験値トラップにやってきました。そしていつものように数分放置したんですが。ゾンビがいない。というのもですね、実は。埋まってる。ということで、ちょっと不具合が出てるのでこれを直したいと思います。まあパッと見で大体の理由と対策方法はわかります。まずはバルス。前回の悲劇を繰り返さないよう忘れずにな。そこまで悲劇だったか？さてこの経験値トラップが故障した理由ですが、ゾンビの挙動の変更に問題があります。今までのゾンビはこうやって水に浮こうと努力する努力家でしたが、努力家？今では努力することを諦め水流に流されるだけの人生を送り始めています。話が重いな。このトラップもゾンビを上に持ち上げるのは以前の努力家ゾンビのおかげでもあるわけですが、今では上に上げるのもこちらが助けなければいけません。ただこれは前回紹介したソウルサンドで大体解決します。ありがとうねー。ただこの時はまだ水があればゾンビが勝手に上に上がってくれるものだと思っているのできっちりした解決策は見つかっていません。あれ今なんか絶対変身したよね。したな。もしかしてこれは変身したー。あというかこれが歴史ゾンビというやつか。そして歴史したからってドロップするアイテムが変わるわけではなさそうだな。まあ欲しいのは経験値だけなのでドロップ品には興味ないですけどね。そしてやっとソウルサンドを使うことに気づく。とりあえずここでいいかな。はいドン。うお、いざ実戦で使うとなるとなかなか扱いにくいな。まあでもわざわざスペースキーを押さなくても上に上げてくれるから作用はしやすいよ。戻れなくなった。もしかしてマインクラフト初心者の方ですか？違うわ。とりあえずソウルサンドの上にブロックを置こう。ふぅ。そしてそのままソウルサンドを壊す。よし、完璧だ。土多くて順いらなかったんじゃない？それやった後に気づいたわ。さて、ソウルサンドの上昇水流は水源のところにしか発生しないので看板があったところにしっかりバケツで水を流そうね。そして終盤になってわざわざ看板を壊さずともそこに水源を置けるようになったことに気づく。しかし残念だったな。看板は上昇水流の妨げになる。結局壊さなきゃいけないんかい。よし、これで復旧はできた。はず、この水流は動いてくれるかな。正常に作動しましたー。じゃゾンビスポナー解放。おお、上がっていった。看板のところで詰まるけど校舎が押してくれるから安心だな。これあれだな、今までにない感じだから見てて超楽しい。うむ、ちゃんと終点まで持ってきているようだ。ということで、また次回。次回もなんか作ります。